はい、酒好きな元新潟人の飲酒とかです。今日は、ジムビームの、シトラスハイボール、グレープフルーツ。まあ、ジムビームの、グレープフルーツ味ということですね。アルコール度数 6%、果汁が 8%、グレープフルーツ蒸留酒使用。世界ナンバーワンバーボンブランド、ジムビームのハイボール缶です。原材料名がウイスキーとスピリッツとグレープフルーツと糖類と酸味料と炭酸ガスです。これはまだなんか普通の以前飲んだジムビームのやつよか、うまそうやな。なんとなく。まあなんとなくです。じゃあ乾杯。なんかアンバランスだな。ものすごいなんかバランスが悪い。そっか、前回のはレモンだったのか。で、それをグレープフルーツにしたみたいな感じか。なんか微妙やな。正直言うとあんまり美味しくない。なんやろ、これ。なんか、うまいことマッチしてない。バーボンとグレープフルーツって合わない。多分。おそらく。前回のに比べるとマシなのか、まあ多少マシなような気もするけど、結構グレープフルーツの味がするんで、多少マシかもしれんね。多少マシ。まだ飲めるレベル。ハイボールと。ジムビーム。こだわりの製法、ギュッと絞った果実感、バーボンの力強い、旨味と調和する豊かな余韻。うまくねえな、あんまり。あんまりうまくない。あんまりうまくないのは間違いない。やっぱ独特の臭さがあるんだよね。なんというか。バーボンの特有の臭さ。っていうのかな。どうにもあんまり。
好きになれない味ではあるんだよ、うん、やっぱりね、ジムビームはね、ものすごいね、香りがね、やっぱ特徴的なんだよね。他のバーモンと比べても、結構、いわゆる、攻めない飲酒っていうのがかなりするんだよね。それがやっぱり特徴だよね。で、多分、アメリカ人は、ああいう匂いが好きなんだと思う。おそらく。アメリカ人はね、ああいうね、どぎつい香りがね、多分好きなんだ。と思うよ、俺は。まあ、日本人にはあんま合わねえ。2332です。ご視聴ありがとうございました。